岡原雅人と申します。今年で20歳で今19歳です。職業は今美容学校に通っています。夏はストリートっぽく決めたいなっていうのがちょっとあって、で足にちょっとインパクトあるニューロックのスニーカーを履いてて、このパンツこれ N ハリとリーバイスのコラボのやつなんですけど、色のこの厚さとかダメージ入ってるのとかリフレアになってるところとかが結構好きなんで愛用してますね。ボックスはこれサマーニットのトーガの半袖のやつしてます。あ、これ古着屋でなんか形四角い肩からかけられるやつが欲しいなと思ってたんで、これは古着屋で簡単に買ったやつですね。ネックレス、これ友達に誕生日からもらったディオールのネックレスですね。これも古着屋ですね。自分結構音楽とか昔の映画とかカルチャーとかが好きっていうのがあって、夏はストリート寄りで好きな映画の主人公とかに寄せたりとか、そこからインスパイアされるのが結構多くて、目とかジャケットが羽織れる時期になったら昔の、今結構好きなのがローリングストーンズとかのバンドの PV とか見て、そこからインスパイアされたのをジャケットで羽織ったりとか、それでパンツとかシャツとかをコーデ組むっていうのは結構多いですね。結構ブランドで見ちゃうなって思うのが、今自分これ着てるのトーガなんですけど、トーガとかビビアンとかギャルソンとかこのちょっとなんか一癖あるみたいなブランドが結構好きで、系統やっぱまあ幅広くあるんですけど、まあ大体はストリート系とかバンドからインスパイされたものが多いかなと思います。まあもともと映画好きだっていうのがあって、でやっぱ昔の有名な映画とかで結構古着屋行くとそれをプリントされてる服とかがあって、でそれもあるしバンドとかが好きだったので、で自分が好きなバンドがリスペクトしてるバンドなんだみたいなを調べたりすると、やっぱ昔の80年代とか70年代90年代とかのイギリスとかのバンドとかが結構名前上がってきてて、それを調べてるとカルチャーとか学べていいなっていう風に、結構それ調べるの好きなんで音楽とかと一緒に調べてて、まあ、それから影響を受けるみたいな感じで結構そういうのも好きですね。だいたい月に入る自分の手元に入るお金がだいたい10万くらいだとしたら、それの8割はほとんど使いますね。10万だったらまあ8万とかで、もう必要最低限の食費と生活費だけ残して、それ以外全部服にかけて、あとはギリギリの生活をずっと送るみたいな感じがずっと多いですね。下北だったら古着屋のノイルっていうところがあって、まあ、リメイクのやつと普通に古着屋としてての活動やってて、そのノイルっていう古着屋さんが結構おすすめですね。あと原宿って言ったら結構お世話になってるところ、いろんなところあるんですけど、今日着てるパンツもトップスもデュードっていう古着屋さんがあって、そこ結構美容学生とか美容師さんとかがお世話になってる古着屋さんで、そこに行くと結構自分が好きな系統揃ってて、いつもお世話になってるなと思います。ちょっとモードっぽくしたいなっていう時はサレンっていう古着屋さんがあって、そこで買ったりとかしてますね。飲食店と、あと冬ごときょう原宿店っていう原宿のお店があって、そこ今古着屋として活動やってるんですよ。アルバイト、アパレルですね、やってます。自分結構ボロボロになってるんですけど、ルイ・ヴィトンの長財布ですね。これは高校の時に元々使った財布がもう壊れちゃって、壊れた時期くらいに自分の母親からこれ使いなよって言ってくれたのがこの財布でして、なんで親からもらった財布っていうのもあるし、結構使い勝手いいんで長持ちさせてます。高校の時はずっとも使ってるんで、まあ、3、4年くらいこの財布を使ってます。ディオールのソバージュっていう香水があって、それ使ってるんですけど、それ使ってた理由が、まあ、その時当時好きだった女の子がいて、その子にお勧めされたから買ったっていう感じです。やっぱ高い建物とか結構苦手ですね。なんかずっと夜まで明るいのも苦手だし、自分の実家が夜になったら本当に田んぼとかしかなくて街灯があるくらいだったんで、すごく空が綺麗なところだったんで、で帰る時とかも結構星見ながら帰るのが好きだったんで、今上京してからなかなか星が見えない環境なので、ちょっと生きづらさっていうのはありますね。うるさいのはあんまり好きじゃないんで、静かで星とかが夜景とか綺麗なところになってくれればいいなと思います。都会も
自分で作品撮りとかすると小道具とかを自分で作ったりしてて、めっちゃ多い時とか衣装代と小道具代とあとモデルさんのギャラとスタジオ代とか全部含めたりすると一つ撮影で、まあ、1万から2万くらいは飛ぶ時とかがあるんで、そのくらいですかね。あんま専門学校の方から課題出せって言われるのはないし、それにお金かかることもほとんどないので、自分の作品撮りとか自己ブランディングをするためのお金が結構必要になってくるので、それはまあ一つに対して大体1万から2万くらいかなと思います。安くて着れるのはいいなっていうか、自分も靴下とか下着とかだったら全然ファストファッションで揃えることもあるんで、それに対してのディズとかっていう思いはないんですけど、いろんな人が取りやすい価格帯の服なので、そういう個性を求めるんだったらファストファッションでコーディネートを作るのはちょっと難しいかなと思うので、自分の個性とかを求めてコーディネートを作るんだったら、ちょっと価格帯を上げるといろんな服に出会えていいかなと思います。原宿にキャンパスがあるっていうので、それが一番でかいなっていうふうに思いますね。原宿にあるからやっぱいろんな人がいて楽しいし、通ってるだけでもいろんなとこから影響を受けるっていうのもあるので、原宿にあるっていうのはでかいですね。あと、まあ、カリキュラムが結構、美容学校は国試取るための学校っていう感じなんですけど、うちの専門学校はそうじゃなくて、まあ、確かに国試の時間もちゃんと取るんですけど、それ以外にも実際にサロンワークしたらもう即戦力になれる能力を底上げしてくれるような学校だったので、それは結構ありがたいなと思って選びました。結構アバウトな感じなんですけど、東京の美容学校とかあるじゃないですか、いろんな学校とかがあって、その中でもトップの方の人物になれたらいいなっていうふうに思います。学校が結構雑誌とかの撮影をするスタジオがあって、そのスタジオがあったおかげで自分の作品撮りとかがスムーズに行えるので、入ってよかったなって思います。嫌なところ特にないです。そんな困ってることとかもないですし、まあ、たらたら授業ちょっと面倒くさいなっていうのはもう学生誰しも思うことだと思うんで、そのくらいしかないなって思います。学校内に基本バイトと作品撮りとかですね。第一志望のサロンに受かって、このサロンのアシスタントの中でもトップの方に行きたいなっていうのが、まあまず一つの目標ですね。あと、アシスタントの時代の時に、ただサロンで美容のことをやるだけじゃなくて、自分でイベントを開いたりとか、美容以外のことで人脈を増やせるようなイベントをやって、そんくらいからもう自分のお客さんについてくれるような人脈をどんどん広げていって、この人になら来てもらいたいなっていう人物に、まず自分がアシスタントの時代でなれたらいいなと思います。最終的には、まあ美容の域にとどまらないで、そこから壁をドンと外して、例えばブランドのコレクションとかのヘアメイクとかもやっていきたいなって思うし、ブランドとかの出てるモデルさんの髪型とかを自分で切れたらいいなっていうふうに思います。まあできたらっていうか、なるべくはもう日本にとどまらないでちょっと世界には行ってみたいなっていうのが最終的な目標ですね。そんな後輩たちでいいなんていう、めっちゃすごい偉い人でも全然ないんですけど、やっぱ美容学校2年しかないんで、トレーニー今年なんてもうコロナでいろいろあるし、来年からとかもどうなるか分からないっていうのも全然あるんで、自分結構専門学生の時は作品撮りも頑張ってたし、人脈作りとかをいろいろ頑張ってたんで、学校内で遊ぶっていうの全然いいと思うんですけど、それ以外のところでも人脈を作って友達増やしたりとかやっていくと、なんかさらに面白いんじゃないかなと思います。お肉ですね。インスタグラムをフォローしてください。